はい、それでは凱旋門賞チャンミー第2ステージですね。今回前の新衣装ゴルシーを作り直して UE77 まで持っていったんですけどね、前は UE6 なんですけど、 UE じゃない UF、 UE7 ってどんだけだよ。1番ゴールドシップ7番に UF6、 ちょっと厳しいメンバーですが、ね、検討を期待したいですね。パワーが欲しかったですね。ちょっと厳しいですよね。2番ネオユニバース、1番人気こそ譲りましたが、相手はかなり強そうですね。3番シンボリルドルフ、6番人気です、ね、ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。4番人気は4番ネオユニバース、以上になるとライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。5番オグリーキャップ、9番人気です。まずまずの仕上がりですね。かなり厳しい。8番人気、6番ネオユニバース、7番シリーズシンボル、1番人気です。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。最後の直線での粘り強さには目を見張るものがありますね。ちょっと無理なんじゃないかなと思って。はい、じゃあ出走です。足元悪い雨の中、ローシャンレース場芝2400チャンピオンズミーティング9人の馬娘たちが挑みます。このレース最も人気を集めているのは、ここまで無敗グランプリ馬娘シリウスシンボリ、1番人気です。2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗グランプリ馬娘、2番ネオユニバース、注目のここまで無敗グランプリ馬娘ゴールドシップ、1枠1番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。最後方からのレースとなったゴールドシップ、大丈夫か。ちょっと苦しいけど大丈夫、ここからが彼女の実力の見せ所です。この秋頃ってあるんだもん。早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのはオグリキャップ。ゴールドシップ上がっていきます。ちょっと前に出ましたね。向こう正面中間に入っていく長丁場のこのレースですが、シンボリルドルフ早くも先頭に躍り出た。続いてオグリキャップ、シリウスシンボリ、追走サンマシン離れて、6番ネオユニバース、レーシングフラッシュ5番手、後からミスター CB、 そしてその外から行ったのは4番ネオユニバース、少し離れて2番ネオユニバース、外を通りましてゴールドシップ、意気揚々と先頭行きます。シンボリルドルフどうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。第3コーナー、ここからは角度のある下り坂が続きます。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。この足は止まらない。だってだって心がそう望んでるから。順位を振り返っていきます。感じるみんなのシグナル、始めよう。ユニバースはあれ、現在1番手はシンボリルドルフ、続きましたオグリキャップ、シリウスシンボリ、ここにいます。4番手には6番ネオユニバース、ここまでが先頭集団。第4コーナーを進んで直線へ向かう。残り数メートルを通過。この地に眠る無数のゴルシー、ゲソの匂いが立ち込めるとき、花の都に屋台が並ぶ。伝説の始まりだ。ゴールドシップ前を狙っているぞ。シリウスシンボリ、ここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのはシンボリルドルフ。オルスストレートへ馬娘たちが突き進んでいきます。ここからレースがどう動くか、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあ外から先頭を伺うのはオグリキャップ。さあローシャンの長い直線、最初に立ち上がったのはシリウスシンボリ。ゴールドシップここで抜け出した。残り400、ゴールドシップここから一気にちぎるか。足色は衰えない。ゴールドシップリードは1馬身、残り200、4番ネオユニバース、食い下がる。強い戦闘は変わらず、ゴールドシップ勝ったのはゴールドシップ。最後意地を見せて栄冠を手にしました。勝ったのはゴールドシップ。決勝もしかしたら見事大きな1勝を手にしました。2着は4番ネオユニバース、3着はシリウスシンボリ。ジュテームを送らせてくれと見せかけておれ。とりあえず B か、 B か、あとはそうですね。あれこの間
最初の時には A グループ行ったマークが出たんだけど、どういうことだろう。カウントスタート。8番ゴールドシップ、3番人気です。まずまずの仕上がりですね。王道の距離で構想が期待できますね。出遅れるってドルスらしいですよね。120億事件と思うのね、有名ですからね。9番東海帝王、8番人気です。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。6番人気、1番ダイワスカーレット。ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。王道の距離で構想が期待できますね。5番人気、2番マヤのトップガン。ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。注目の1番人気、3番ネオユニバース。人気と実力を兼ね備えた私一押しの馬娘ですね。4番ミスター CB、 4番人気です。ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。後方からの豪快な追い込みを見せてほしいですね。7番人気は5番グラスワンダー。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。9番人気は6番東海帝王。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。実力は引けを取りません。2番人気は7番ナイスネイチャ。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。王道の距離で構想が期待できますね。8番ゴールドシップ、3番人気です。まずまずの仕上がりですね、うん、あいにくの雨が芝を濡らすロンちゃんレース場。ババ状態の発表は主となってしまいました。ここまで重たいババだと得意不得意が出てきちゃいますね。1番人気はもちろんこの子。ここまで無敗グランプリ馬娘ネオユニバース。この評価は少し不満か。2番人気はこの子。ここまで無敗グランプリ馬娘ナイスネイチャー。ここまで無敗グランプリ馬娘ゴールドシップ。3番人気です。実力は間違いなく上位です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。最後方からのレースとなったゴールドシップ、大丈夫か。ちょっと苦しいけど大丈夫。ここからが彼女の実力の見せ所です。先頭集団を見ていきましょう。長丁場のこのレースですが、ダイワスカーレット早くも先頭に躍り出た。続きました9番東海帝王、向こう上面中間に入っていく。ダイワスカーレット先頭に立ちました。2番手の位置で先頭を伺うのは6番東海帝王。早くも激しい競り合い。その後から前のトップが4番手9番東海帝王、外を回ってグラスワンダー、さらに外ミスターシーリー、ネオユニバース並んできた。そしてその外を回ってナイスネイチャー、内でゴールドシップ、ダイワスカーレット。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。第3コーナーを回って下り坂、馬娘たちが続々と下っていきます。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。先頭は変わらず、アファーマティブ、ここから続いて6番東海帝王、少し離れて前のトップが、そしてその外から行ったのはミスターシリー。第4コーナーカーブ、残り 1000m を通過。これが私のフルコースだ。ネオユニバース外で足を溜めています。ネオユニバースまだ抑えたままだ。さあ外から先頭を伺うのは6番東海帝王、ここで動くか、まだ控えるか。各馬娘フォルスストレートに入っていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。じりじり詰めるネオユニバース、ネオユニバースここで抜け出した。
ゴールドシップ前を狙っているぞ。いよいよ最終直線、最初に抜け出したのはネオユニバース、内から仕掛けたのはゴールドシップ、残り400、ネオユニバース、足色は衰え、ネオユニバースリードは2馬身、ネオユニバース先頭はネオユニバース、これは強い、残り200、2番手争いはゴールドシップ、ダイワスターレット、ネオユニバース、おうおう、今ゴールに勝ったのはネオユニバース、ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着にはゴールドシップ、3着に入ったのはグラスワンダー。ハローハロー、決勝、私は満足になったよ。多分ニューヨークと当たるのでかなり厳しい。ゴールス様についてきない？ああ、これは強いな。勝てない。勝てない。4番人気、2番、ゴールドシップ。いい感じに気合が乗っていますね。7番人気は、3番、ウォッカ。まずまずの仕上がりですね。1番人気、4番、オグリキャップ。いい感じに気合が乗っていますね。長くいい足を使える持久力がこの子の魅力ですね。6番人気、5番ミスター CB、 まずまずの仕上がりですね。8番人気、6番川上プリンセス、まずまずの仕上がりですね。5番人気、7番ネオユニバース、ライバルたちは強力ですが構想を期待したいですね。9番人気、8番無事奇跡、ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。実力は引けを取りません。2番人気は9番メジロドーベル、1番人気こそ譲りましたが素質は負けていませんよ。3番人気、1番フィシミラクル、このメンバーの中でも見劣りしない仕上がりですね。王道の距離で構想が期待できますね。2番ゴールドシップ、4番人気です。いい、あいにくの雨が芝を濡らす。スタート、各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリキャップ、富士奇跡早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手はミスターシー、外を回りますメジロドーベ、4番手にオグリキャップ、向こう上面中間に入っていく。長丁場のこのレースですが富士奇跡早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのはウオッカ、ネオユニバース、3番手少し後ろからメジロドーベ、ミスターシー続いている。ヒシミラクル並びかけてきた。外を回ってオグリキャップ、少し後ろから川上プリンセス、内の方からゴールドシップ、富士奇跡先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、順位を振り返っていきます。先頭富士奇跡、レースはよどみなく進んでいます。続きましたネオユニバース、第3コーナー、ここからは角度のある下り坂が続きます。さらにメジロドーベ、ミスターシービー、4番手その内並んでウオッカ、外川上プリンセス、内をついてヒシミラクル、とどめをついてオグリキャップ、一馬身差ゴールドシップ、オグリキャップ、果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。残り 1000m を通過。これが私のフルコースだ。まもなく第4コーナーカーブ、オグリキャップ外で足を溜めています。オグリキャップまだ抑えたままだ。ゴールドシップ前を狙っているぞ。これからフォルスストレートに入っていきます。まだゴールは遥か先にある。偽りの直線、ゴールドシップすごい足で上がってきた。現在1番手は富士奇跡、メジロドーベル2番手につけ様子を見守る。さあロンちゃんの長い直線、最初に抜け出したのは富士奇跡、栄光まで400、並びかけてきたのはゴールドシップ、ここでかわして先頭はメジロドーベル、外から上がってきたのはゴールドシップ、200を通過。ゴールドシップ驚異的な末足、ゴールドシップここで上がってきたぞ。ゴールドシップ完全に抜け出した。見事ゴールドシップ着差以上の強さを見せた、見事な勝利です。勝
ったのはゴールドシップ。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着にはオグリキャップ、3着に入ったのはメジロドーベル。ジュテームを送らせてくれと見せかけておりゃ。これで3勝で A グループ。A グループきつそうだな。言ってもなんか勝てそうもないな。UE6 だって、あ、ダメだなこれ。 UE6 じゃ相手じゃ、なんでこんなにスピードしたか。4番人気は6番ゴールドシップ、ここは負けられない1番人気。7番ミスターシー、実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。9番人気、8番ゼンノロブロ。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。3番人気、9番タマモクロス。このメンバーの中でも見劣りしない仕上がりですね。6番人気、1番ネオユニバース。これ以上ない仕上がりですね。8番人気、2番マヤノトップガン。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。2番人気、3番サトノダイヤモンド。まずまずの仕上がりですね。トップスピード、瞬発力ともにいいものを持っていますね。7番に方法を見失っちゃったな。やっぱ UE5 とか6になると見せるよ、絶対勝てないですね。3以上だとなんか勝てそうじゃないんですけどね。UE1 か2までならなんとか勝てたかなと思ってるんですけど。3番ゴールドシップ、5番人気です。いい感じに気合が乗っていますね。4番名将ドト、8番人気です。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。実力は引けを取りません。2番人気は5番 TM オペラオ。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。6番東海帝王、6番人気です。まずまずの仕上がりですね。勝ちは十分に狙える3番人気、7番北サンブラック、9番人気、8番ミスターシービー。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。1番人気、9番スーパークリーク。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。7番人気、1番ネオユニバース。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。4番人気は2番 TM オペラオ。ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。3番ゴールドシップ、5番人気。あいにくの雨が芝を濡らすローシャンレース場、馬場状態の発表は大元の今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。さあ、花に立ったのは北サンブラック。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて、2番手は2番テイエムオペラオ。東海帝王、外から行く。向こう正面、中間に入っていく北サンブラック。快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭は北サンブラック、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは東海帝王。スーパークリーク、3番手少し離れて5番テイエムオペラオ。後ろ2番テイエムオペラオ、5馬身差ミスター CB、 さらに名将だと。そしてその内を回ってネオユニバース、その後ゴールドシップ。意気揚々と先頭行きます。北サンブラック、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。先頭は変わらず北サンブラック。第3コーナーカーブ、急勾配の坂を下っていきます。続きました東海帝王、3番手スーパークリーク、4番手5番テイエムオペラオ、外2番テイエムオペラオ、さらには名将ドト。これ
ミスター CB、 後ろネオユニバース、そしてその後ろから行くのはゴールドシップ北さんブラック。先頭進みますが、これは正解でしょうか。残り 1000m を通過、まもなく第4コーナーカーブ。気持ちよく逃げている。これが私のフルコースだ。ゴールドシップ、前を狙っているぞ。スーパークリーク、まだ抑えたままだ。外で足を止めています。ゴルスストレートへ馬娘たちが突き進んでいきます。ここからレースがどう動くか、まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。じりじり詰める。連勝だと、いよいよ最終直線。先陣を切ったのは北さんブラック。外からゴールドシップ、驚異的な末脚。残り400、飛び込んできた東海帝王。名勝の塔、先頭に変わった抜け出したのは名勝の塔。だが後続も追いつかれる。残り200、東海帝王。ここで抜け出したゴールドシップ、追い上げる東海帝王。走るのは衰えない。ほぼ同時にゴールイン、東海帝王。わずかに体勢有利か。もうちょっとだったのに。勝ったのは浜だろ。小遊がもうちょっと早ければ行けたかな。ありがとな、トレーナー。